はい、こんにちは。前チャンネル前原です。昨日はバレンタインデーだったね。うん。レイシン君は学校でチョコもらった？もらってない。もらってない。パパももらってない。あ、でもね、僕ね、学校から帰った後にもらったよ。もらったの？うん。よかったね、シンくん。よかったな、よかったな。よかったね、ほんとね。バーバー。はい、そんなわけでですね。はい。毎年恒例なんですけれども、まあ、シンくんはね、去年ももらったからね。はい。ということで、今年のチョコは自分で作りました。今年はパパだけだ。こんな感じ。うん。こっちは普通のミルクチョコレートで、こっちはホワイトチョコレートとチョコレート混ぜたやつ。そうなんだ。混ぜたら分離しちゃったんだけどさ。分離したの？分離しちゃった。ええー。混ぜちゃいけないのにパパは勝手に混ぜちゃったんだけど、うん、これ何のチョコレートかっていうか、こっちから見ても分かんないんで、一個取り外しましょうかね。パパが作ったチョコレートはこちら。これ。ハンソロ。そう、ハンソロのカーボナイト。カンソレートされたね。ハンソロですね。あー、チョコの中に割っている。これいいね。わお。ちっちゃいやつが6つ、うん、で、大きいやつが1つありますんでね、うん、はい、じゃあ最後の大きいの出します。はい。わー、パパの手がもうチョコベチャになってる。チョコベチャ。おー、すごい。あ、すごい。すごいね、まさにハンソロだ、これは。よいしょ。よいしょ。すごいね、ちゃんとね、手作りのものをね、メジ君もらったんだよ。クッキーの上にチョコが乗ってるっぽい。いやー、すごい、うん、じゃあ、いただきましょうか。うん。はい、いただきます。いただきます。かってっ。あ、かったあ、普通のミルクチョコだ、これ。おいしい。おいしい。よかったね。うん、おいしい。それで一応、所属事務所のウムさんからもですね、うん、これバレンタインのギフトが届きましたんで一応開けようか。うん、うん、まあ、チョコレートじゃないみたい。アイシングビスケットって書いてある。あ、なるほど、うん、おー、すごい。ちょっとウムって書いてある。おー、すごいね。うん、じゃあパパをいただいちゃうね。うん、軽めのクッキーですね。うん、チョコレート味ではない。これコントロール難しいね。はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。わかんない。はい、こんにちは。まえちゃん、ごめん。はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。はい、ということで今回ですね、毎年恒例かな、うん、バレンタインのチョコレートを、もらったかもらわないかでイジイジする動画でパパすごいイジイジ、今年はパパだけイジイジしたって感じだったね、うん、楽しんでいただけましたでしょうか。はい、全然チョコレートもらえなくてっていいんだよ、みんな、うん、自分で作ればいいんだから。そうだよ。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それと今回のおすすめ動画はいつもとこん出てますのでぜひチェックしてみてください。はい、チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。